お兄さん今日も来なかったな。どうしちゃったんだろう。前まで毎日お店に来てくれたのに。私のこと嫌いになっちゃったのかな。いや、それはないか。だってお兄さん私のことエロい目で見てたし、私のこと好きだったからお店に来てたんだよね。じゃないと毎日なんて普通通おうとするわけないじゃん。私もお兄さんのこと好きだったから、ここで仲良くなっていつかは恋人同士になるんだろうとばかり思っていたのに。なのにどうしてお兄さん来なくなっちゃったのかな。仕事が忙しいとか、それとももしかしてお兄さんの身に何か危険なことでもあったんじゃ。刺激的的音。